まんちゃんです。やとちゃんです。よっちんです。ということで本日の企画はですね、駐在員の休日。今日は土曜日ですね。土曜日、はい、駐在員の休日どんなことをやっているかというのを撮っていこうかなと、ということで本日はどこに行きますか。ゴルフ行くぞー。ゴルフ、まあ、駐在員といえばだ、ね、まあ、なんか前の動画でも我々休日いろんなことやってますよみたいな話はしたけど、駐在員といえばゴルフやってるみたいなイメージすごいあるよね。まあ、特に上の世代に行けば行くほどね、もう毎週ゴルフやってますみたいな人、ね、多いよね。いっぱいいるからね。二人はゴルフやるんですか？ちょくちょくやるね。やっぱ会社のイベントでゴルフも多いし、お客さんとゴルフもあるし、ただ俺インド来て本格的に始めた。なるほど。それまでは年に1回とか2回しかやってなくて。なんちゃうこれは、ほぼやってない。6年間ほぼやってない。マジで？たまにやってたけど。そんなことあんの？だからみんなの逆に進んでる。結構、珍しいパターンだよね。かな。ほぼやってないから、超初心者。幼稚園はさ、結構やってるし、うまいよね。うん、ちょっと幼少期からちょっとやってましたね。どうしよう、幼少期から。あんまり痛くないのよ。じゃあ、ダンちゃん今日久しぶりのゴルフってこと？めちゃくちゃ久しぶり。この前、3、4ヶ月前だっけ？ 3 人でそれこそさ、練習行ったじゃん。それ以来、あれも数年ぶりとかだし。数年ぶりはやばいな。けどそのレベルでやってない。まあ、ということで今日はダンちゃんそんだけ久しぶりなんで、コースに回るわけではなく、練習で。朝打ちっぱなし。打ちっぱなしで。はい。まあね、こういう練習場がありますよっていうのも含めてね、お伝えできればなと思いますので、じゃあ今車で向かっているので着いたらまた回したいと思います。行きましょう。めちゃくちゃ混んでるじゃん。無理ね。到着しました。イエーイ。後ろにいる人たちはキャディーさんですね。キャディーさん、だいたい車が着くとああやって、まあ、群がってきて、俺がキャディやるぜみたいな感じになる。じゃあ練習場に行きましょう。行きましょう。マネキシノリです。席が取れましたね。取れましたね。すごい時間かかっちゃいましたけど、一つで3人シェアって感じだね。そうですね、仲良くやりましょう。結構混んでるね、ここ。ここは KGA って言って、何の略？パルナタカゴルフアソシエーションっていう、パルナタカ州の中では結構崇高なゴルフ場と言います。あ、そうなんだ。いや、確かに綺麗だもん。メンバーの人とかすごい、多分社長さんとかそういう人たちがいるのかなっていう。でも服装とかね、結構厳しくチェックされるんですね。インド人も結構さ、金持ってそうな人が多いよね。ですね。メンバーとかなるのに大変らしいですよ。そうなんだ。3年かかるみたいです。3年やば。あ、今日は我々はゲストという。なるほど。やっていきましょうか。念入りに素振りしてるね。さすが経験者、経験者なの、両チームは。そう、なんか昔やってたのと、子供の頃、あとなんかキャディのバイトをしてたらしい。へえ、すごいね。キャディのバイトをしてたのかな。いや、うまいよ。あら、うまい、うまい。うまいと思う。なかなか狙ってあれできないもん。徐々に上げてくる練習でしょ今の。そう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 、最初はゴロでね。何番から打つもん。短い長いやつ、8とか9とか7とか9ぐらいかな。いいね、うまいね。やるね君。ありがとうございます。まあ見てろよ。お願いします。ちょっとすみません、お腹しまってください。ぽくなった。今のでうまくなった。
すごい角度で飛んでたな今。早すぎて見えなかった。加藤選手この前100切ったって喜んでたから、ね、そう初めて、うん、初めて100切ったからね。いいじゃん。ちょっと右行っちゃったね。うぜえ、なんだかさすがやってるだけあるね。もう安定してるね。うん、うまい。ずっと同じところ飛んでる。めちゃめちゃいいな、この3球。普段こんなに良くないぞ、俺。本番に強いタイプ。あ、今日回ったら絶対100切ってたな。って言うじゃない。コース回ったら全然違いますから。だねだ。ちょっとあのブランクがあるから、うん、そこはちょっと多めに見ていただいて。そうだな、うん、やっぱさ、まず最初さ、ハーフスイングから。そうだね、うん、腰のところまで上げて、腰のところまでみたいな。いいよ。なんか良さそうなんだけどな、雰囲気。お、いいじゃん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 。結構飲み込みは早いで有名なんだよ。確かに前回の時もなんかちょっと言ったら分かったわとか言ってたもんな。うん、うん、うん。まあまあまあ、調子乗った。飲み込みも早いけどすぐ調子こく。確かに分かりやすいタイプだな。いいよ、ボールしっかり見て、最後まで。あーなんか、あーなんか、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、ダメですね。ちょっとしかね、今日は練習はしてないですけど。落ち込んだ。でも最後の方だいぶマシになってたやん。マシね。ピッチングだけ全然ダメだよ。けど久しぶりにやると楽しいね、やっぱ。そうだよね。これがさ、やっぱ練習場だけじゃなくて、やっぱ、ね、あのコースもあるとさ、そう気持ちいいしね。うん、さっきも言ったけど次はコースにね、ちゃんと回って。もう一回ぐらい練習しない。いやいや、もうコース行った方がいいよ。本当に。うん。じゃあでコース行ってやってみて、うん、できなかったやつをもう一回練習するんだよ。なるほど、うん。まあ、じゃあそこは先輩の指示に。もうこれの繰り返し。俺インド来て今多分60ラウンドぐらい。そんなにしてるんだ。したけど練習に行ったの3回ぐらい。マジで。うん、やば。ちょっとあの家にあのゴルフセット買うわ、練習セット。あ、いいね。ありがとうございました。本日はありがとうございました。さすがスポーツ好きって言ってるだけあって。そうね、参りましょう。行こう。オリンピックやろう。オリンピック。おいおい、それだけ知ってんのかよ。オリンピックだけ知ってる。今回はということで、今回ははい、カルナタカゴルフアソシエーションという KGA ですね、というところで、まあ、コースは回らなかったですけど練習だけしました。次回はコースを回ろうと思いますので、この動画良かったなと思う人はぜひチャンネル登録、いいね、コメント、SNS のフォローよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。今日は動画を見てくれてありがとう。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、高評価